バカにされる缶詰。缶詰をバカにする人は多い。缶詰を目にするとみんなとりあえずバカにする。見下すというか優位に立つというか。缶詰に対して優位に立ったところで何の意味もないのだが、俺の方が偉いんだかんなと反り返る。そうして大抵の人は缶詰に勝つ。スーパーなどではそういう晴れがましい気持ちで缶詰コーナーを立ち去ることができるが、刺身のコーナーとなるとこうはいかない。刺身にはいろんな種類があって、例えば大間のマグロなどというものもあって、こうしたものの前では俺の方が偉いんだかんなにはならない。急にうなだれたりする、三歩下がって拝んだりする人もさえいる。いません。なぜ缶詰はバカにされるのか。理由は簡単で、値段が安いからだ。バーゲンの棚に山の形に積み上げてあるのはいい方で、ワゴンに横倒し、逆さ、斜め、いいように放り込まれていて、1個100円、中には3個で100円というものさえある。缶詰という名前もよくない。缶に詰めましたと言ってるだけで、何を詰めたのかという問いに対しては、何だっていいじゃないですか、そんなことと言っている。買う方も3個100円なら中身は何だっていいじゃないのと言いながらちゃんと買っていく。食べ物が金属で包んであるというのもイメージ的に良くないんじゃないかな。あれブリキの類でしょ。ブリキというとトタン屋根とか雨の音がボタボタとか、その下の長屋暮らしとか、煙突の見える町とか、話がどんどん暗くなっていくのでこの辺でやめるが、僕としては缶詰で明るい話題をとか、缶詰で希望をとか、そっちの方へ話を持っていきたい。僕の学生時代は酒の魚といえば缶詰だった。缶詰しかなかった。その頃は居酒屋チェーンなどというものはなかったから、酒を飲むということになると下宿をしている友人のところへ集まって、畳の上に新聞紙を敷き、その上にトリスの瓶とサバの味噌煮缶を並べ、ガンガン飲んでいるうちに悪酔いするやつが出てきて、座が険悪になり、最後は殴り合いになって鼻血が出て、どうしても明るい話題にはならないな。値段が安いからバカにされる、見下されるという図式は当然のようでいて、実は当然である。今一般的に安いとみなされているものに牛丼、ハンバーガー、立ち食いそばなどがある。餃子、焼きそば、ラーメンなども比較的安い方といえる。これらのいずれもいざ話題として取り上げられると座が盛り上がる。牛丼一つとっても吉野家でなければダメという吉野家ファンもいれば、すき家ファン、松屋ファンもいて議論百出となる。ラーメンに至っては百花争鳴となる。しかるに缶詰はどうか。サバの味噌煮はあけぼのに限るとか、いや丸肌、稲葉はいい味噌使ってるぞとかの議論は成り立つのだろうか。例えば今の学生たちが友人の下宿に集まって、今はトリスということはないだろうから、チューハイかなんか飲んで缶詰が話題になり、サバの味噌煮缶で議論が沸騰して殴り合いになり鼻血へということはあり得るのだろうか。牛丼やラーメンならあり得ると思う。缶詰は話題にならない。トークのテーマにならない。誰もがそう思っている。ここで一つ僕が常日頃思っている缶詰に対する大きな疑問をテーマとして提供したい。缶詰の主流は魚である。まあみかんとか桃とか牛乳とかコンビーフとかもあるが、主流は魚であることに異論はないと思う。その魚も世間では下魚と言われているものが多い。タイの缶詰はない。OK, thank you. 世間で一般的に下魚と言われているものは、サンマ、サバ、イワシ、
味といったところだろうか。サンマの缶詰はある。サバの缶詰もある。イワシの缶詰もある。味の缶詰はない。変だと思いませんか？なぜ味の缶詰はないのか。万が一あったら困るな。僕も一晩なぜ味の缶詰はないのか考え抜いたのだが答えが出ない。チューハイを飲みながら、ぜひ今時の学生たちにテーマとして取り上げてもらい、鼻血に至らない程度に議論してもらいたい。それともう一つ、味の缶詰はなぜないのかについて一晩考えている時にふと気がついたのだが、僕を含めて缶詰をバカにしている人々は猛省しなければならないことになったのである。カニの缶詰5,000円、これを見下す人はいるだろうか。これに優位に立てる人はいるだろうか。俺の方が偉いんだかんなと思う人はいるだろうか。